カンタの TV 動画をご覧の皆さん、こんにちは、フランプルでーす。僕らフランプル、4月の29日月曜日夜6時半から、カンタの TV ライブライブに出演します。ねえ、出してもらえるということで、はい、熱いステージを皆さんにお届けしたいなと思っております。どうぞお楽しみに。そしてですね、あのプラスアルファトークをしてくださいっていうことですけど、なんかいろいろ質問が来てて、はい、僕選んでいいですか？なんか、はい、じゃあ、あなたの好きな野菜第6位は？第6位むず。誰かずきさん。かずきさん、ナッパ。そんな好き？ナッパは、そんな上？いや、好きでも嫌いでもね。6位やボケに行ったな。6位6位やね。あ、まか。もやし。まあ確かに好きやけどな。あったら、うん、さあ確かにちょい足し。セージ。パプリカ。それはちょっと狙っ、ちょっと狙いすぎたな。それ狙いすぎやろ。ちょっと狙いすぎたな。パプリカは狙ってる。パプリカは欲しいや。野菜の山から頼むわ。いやいや、もうないやろこの中で。最後言ってくれや。え、いや6位やろ、うん、何よ。何か言ってくれ、頼むわ。ナッパ。ちょっと待ってくれ。ここもカットするわ、この部分今の。俺ら3人だけの手にします。そうしかなかったよ。はい、ということで、そんな僕らフランプールですけども、はい、今回は、フランプール君に届けをですね、披露できるということで、はい、まあ、君に届けというとね、もうだいぶ昔に書いた曲ですけども、この曲を通してですね、たくさんの人に出会えた、そんな曲でもあります。そして僕たちフランプールはですね、去年ですね、10月にデビュー15周年を迎えましたアニバーサリーとなっておりますので、その感謝の気持ちとともに、君に届け歌おうと思っております。皆さんぜひお楽しみに。というわけで、カンタの TV ライブライブは4月29日月曜夜6時半からです。皆さん楽しみにしてください。それでは以上、フランプールでした。放送でお会いしましょう。